い、始まりましたダンサートーク、ダンサー好きママダンサー MC のさやねです。よろしくお願いします。本日の動画は来ました、ユニバーサルスタジオジャパンエンターテイナーオーディション2024です。この 2,3 年ですね、本当私東京に住んでますから、関東大手テーマパークのねオーディションばっかり受けて故郷のユニバを忘れとんちゃうかと。もともとさやねはユニバのダンサーでございました。2年だけね、エンターテイナーパレードを出させていただきましたけれども、もう故郷のこと忘れとんちゃうか言うてね、思われてるかもしれん。覚えてるよ、ちゃんとユニバのオーディションね、始まってましたので、ここでご紹介していきたいと思います。このチャンネルではダンスにかかるゲストをお迎えしたダンサールーツだったり、私は2人の子供のお母さんなんですけれども、ママになってもダンスを続けていきたいなっていう風に頑張ってるママダンサーさんとかもねたくさん出てくれるチャンネルになりますので、将来プロダンサーを目指している方はこうダンサールーツなんかを見て参考にしていただいて、またママになった後結婚出産後のダンス人生を悩んでる方っていうのはママトーク編の方をぜひご参考にいただいたら、ダンス業界っていうのはやっぱり女性の人数がすごい多いので、女性ダンサーの皆さんの励みになるのではないかなと思い頑張って続けてます。ダンス鈴木チャンネルです。私もダンサー好きだよ、応援したいということで、チャンネル登録ボタン、そしてグッドボタン、高評価、あとコメントもねたくさんお寄せいただけるとさやね嬉しいなと思います。またさやねはインスタグラム、 X、TikTok、 そして LINE 公式アカウントもやってますので、ぜひお好きな SNS ありましたらフォロー、アカウント、友達登録よろしくお願いいたします。はい、では早速いきましょう。オーディション情報の公開です。はい、それでは公式ホームページの方を見ながらね、一緒に、皆さん応募する方は応募の仕方をねメモメモしていきましょう。早速ね締め切りの方をすぐお伝えしたいと思います。オーディションの締め切りですね。これいつから情報始まってたんでしょうか。実はもうすぐなんです。ごめんなさいね、いつもギリギリで。気がついたらみんな教えてよ、始まってたって。2024年の7月19日金曜日、化身有効って書いてます。はい、19日の化身有効ということは郵送物があるっていうことですね。ちなみに募集している職種なんですけれども、ダンサーで、シンガー、そしてアクター、アクトレス、アクトレスって何？アクターですね。あとスタント、演技する方ってことかな、アクターってことは。でスタントですね。キャラクター、身長問いませんということで書いてあります。あと応募資格ですね。応募資格は2025年3月31日の時点で18歳以上の大阪で勤務が可能な方です。で先ほど郵送物があると言いましたけれども、応募方法でございます。はい、応募方法は1に両方必要ですということですが、下記エンターテイナーウェブ登録にて必要事項を入力し送信、ウェブ登録のものがございます。打ち込みね、打ち込んでいただく。そして、2って書いてるものがオーディション応募用紙に必要事項を記入し応募資料と合わせて郵送ください。なんとですね、ここで書くんですって。で、某関東大手テーマパークとは違って、あちらね全て、写真も全てデータでございましたけれども、書類も関西 USJ はですね手書きがございます。はい、アナログな紙で、出すということで逆に安心感ありますね。はい、いっぱい書いて送ってた人としてはオーディション専用のものがございますので、そちらをダウンロードして書いてお願いいたしますということです。オーディション用紙もねちょっとちらっと見ようか。 PDF で2枚あるんですけど、希望職種、希望職種とかもあるよ。第一志望、第二志望、第3志望、だからダンサープラスシンガー、シンガー、そしてアクターとかにいろいろ書けるっていうことかいな。すごいですね。そしてですね、写真、3サイズだったりそういう身長体重、靴のサイズとかもちろんですけども、お写真の添付がございます。お写真、はい、全身とバストアップ、これだからデータじゃなくて写真をね、もし写真屋さんでいつもデータだけもらって帰るっていう人はちゃんと印刷物も必要だから、その場で印刷してもらうるか、もしくはデータをもらったらそれを、自分で写真屋さんとかで印刷する、CD なり USB なりメールとかでその画像データ JPEG なのか PING なのか、その、うまいことのやつで送ってくれるわ写真屋さんで現像できるデータのものを、もらう、送ってもらう、それを SD カードに入れるなり、CD に焼いてもらうなりして、それを写真屋さんで現像するっていうパターンかな。3ヶ月以内に撮影されたものを全身とバストアップちゃんと、添付して貼ってくださいってことですね。私の時代はねやっぱガラケーだったので、こんなにスマホみたいに綺麗に撮れる携帯じゃなかったんですよ。だから私の時はもう絶対カメラ屋さんで高いけど何万
とかするけど、絶対カメラ屋さんで宣材写真は撮ってもらわなあかんよっていう、その振付師だったり演出家さんだったり、キャスティングの会社だったりの人とかに、絶対いいカメラで撮ってもらいなさいっていう、写真館で撮ってもらいなさいって言われてたんですけど、わからん、ここ最近はさ、なんかスマホもすごい綺麗に撮れちゃうやん。 YouTube の動画スマホで撮ってますけど、綺麗に撮れちゃうかな、ね、もしかしたらこうスマホで撮ったらいいんちゃうみたいな、ただやしってなるのかもしれん。まあ、上手に撮れる方撮ってみて、むしろ全然スマホで撮ったオーディション写真でユニバ受かりましたけどっていう人いたらね、ぜひコメント欄の方で匿名でもいいんで教えてくださいとかね。わからん、それは。私はスマホで撮ったアーシャで出したことなんかない。それでもいいよって、先方さんからね、スマホでも構いませんっていう指定があったら、それでも現状写真とか出したりするけど、なるべくそのこういうちゃんと全身とバストアップくださいの宣材写真は常に持ってるというか、カメラマンさんに撮ってもらったものを使うっていう風に私はしてるんですけれども、怖い方はもうプロに撮ってもらい、パパママが超撮るの上手でスマホでもええわっていう人はね、一回撮ってみる、それで受かったって言ったら本当教えてんやんっていうところで、学歴職歴獲得ありますね、芸歴ありますか、レッスンはどれぐらい習ってきましたか、舞台出演などねありますということで、趣味特技オーディション志望動機も書けますのでね、どうして受けるかっていうのもぜひ書いてください。はい、ということで、18歳以上やっぱその高校卒業後から、働けるっていうところだと思うんですけど、まあ現在高校生とかでまだ学生オーディションを受けるときはまだ未成年です、18歳未満ですっていう方は、オーディション参加承諾書っていうものが必要になるみたいなので、こちらはね必要かどうかわからないギリギリのラインっていう方は、親御さんなしはお問い合わせ先に確認してもらって、これもいりますよねっているんやったら絶対もう一緒に入れとき、参加承諾書ね、本人と保護者署名を信用あるものっていうことです。あと結果返信用の封筒もいります。大きな封筒かな、3号封筒って書いてるからね、 12×23.5 の封筒が1枚いりますと。で、宛先にご自身のご住所氏名を記入して90円切手を貼ったものを送ってくださいとのことです。こちらまあめっちゃ大きいので、私はこう半分に折りたたんで、なんか封筒かないし、そのレターパックみたいなのに入れて送ったりしてたかな。多分大きいからね、そのまんまだと返信用封筒入らないかもしれないので、畳んだら入る袋とかも封筒とかも用意して送ってみてください。あとシンガー応募者のみですが、アップテンポおよびバラード曲各1曲ずつですね、2曲歌唱し録音した CD を1枚入れてください。すごいですね、シンガーの方は。そっか、ダンス動画とかじゃなくてお歌が声がいるんや。はい、CD を入れておいてくださいってことですね。なるほど。ダンサーさ、動画送らんでいいの？一次審査がそのウェブ登録の方と、書類ですね、先ほど申した、必要書類の方を全部入れて送ってください。それが郵送で、7月19日の消印が有効ということで、まあ、住所もねホームページの方に送る先も送付先も載っておりますので、 しっかり間違えないように書いて送ってください。で、この一次オーディション書類審査、ウェブ審査通りましたら二次審査行くんですけれども、二次審査に書いてるわ、動画審査って。これかな、ダンサー関係あるの。動画審査対象者は書類選考結果通知後に詳細はない。あ、なるほど、ダンサー応募した人は多分これが来るわ、二次審査にね、動画送ってください。そうやな、一次審査で動画送らへん、これちゃんと見てもらえるのかな。ダンスはダンスを見せたいですよね。どっちかって言ったらね、しっかりダンス見てほしいですけれども、多分ダンサーはこの二次審査で出すっていうことですね。で、二次審査が終わりましたら、次に三次審査が各会場にてのオーディションになります。で、スタントオーディションは大阪のみと書いてますが、今回ね、東京大阪福岡の会場で、対面オーディションの方を受けられるということなのでね、ぜひ、地元近いわっていう方、大阪じゃないから関係ないと思った方、東京と福岡でも、対面オーディションあるということなのでね、ぜひダンサーちゃんは各会場は東京大阪福岡で直接対面のオーディションになっていくと思います。最終選考に残った方というのは会場で通知されるそうでございます。やっぴー、直接言われるてドキドキ。急になんかユニバやっぱいいですね、アナログ。あれ、これコロナ禍の時違ったんかな、これ復活したみたいなことなのかな、対面オーディションが。やっぱ直接会ってパッション見てもらうのは伝わないよね、動画オーディションじゃ。見てください、生でダンスは、ダンスは生もの。はい、というわけで、で、結果発表になると3次審査にてね、最終選考に残った方の中からさらに選考されるの。選考して最終結果を個別に
メールで通知いたしますということで、これが最後ですね。あ、ちょっとトントントンと階段が全然ありました、思ったより。一次オーディションの締め切りは夏7月ですけれども、会場オーディションはね9月から、10月まで秋にかけて会場のオーディションはあるということで、オーディションに挑む方はこの時期ドキドキすると思いますが、もう楽しんでね、自分のパフォーマンスを思い切り楽しんで、もう審査員を楽しませる勢いで踊ってくださいね。というわけで、まあ、オーディション内容以上となります。はい、いやー、私が受けたい、受けたいわね。私大阪に住んでたらもう絶対受けてた。今ね東京に住んでるんですけど、地元におったらやっぱ受けてたなと思うな。いいな。ユニバで働いてた思い出としては、ほんまに働き始めの最初の 1,2 ヶ月で顔面筋肉痛になったんですよ。顔、いや、ずっと笑顔で、集合笑顔じゃん、みんな楽しんでるみたいな感じで、ずっとさ、集合で1日 3,4 回さ、全力笑顔で踊ってみ、体じゃなくて顔筋肉痛なの、びっくりしたでそれだけ顔ってめっちゃ筋肉詰まってるんですね。こんな顔筋肉痛になることあるみたいな。もうそれだけね、なんていうんですか、そのダンスができることはもちろんのこと、やっぱダンス以外の部分ですよね。皆さんを楽しませたいっていう、そのエンタメ精神、来た人に喜んでもらいたいっていう、そのサービス精神みたいなところが、やっぱりこう表現力、ダンスプラス表現力がやっぱ磨かれていく、成長していくっていうのがね、エンターテイメント、テーマパークダンサーの仕事の魅力でございますので。でもこれってほんまにその後、まあ、長いダンス人生の中でね、私はこうバックダンサーとか、海外に行ったりとか、まあ、コンテストとかバトルにも出てたりしたんですけどね、いろんなダンサーとしての職業を経験していった中で、やっぱりこのテーマパークダンサーっていうのは、人対人、もう近い距離で直接来てくれている人たちとその場の雰囲気をこう一瞬でアドリブで楽しくしていくっていうところ、いろんな力がこう必要になっていく。笑顔筋をつけたことでね、言うたら自然に笑顔もできるしそんな辛くなく笑顔を作れるしみたいな。でもやっぱそれって、その後ね、ダンス以外のお仕事にもしついていったとしても、どの仕事、人対人と関わるお仕事に就くんやったら絶対いるじゃないですか。営業なのか接客なのか、こう目の前の人と一緒にお仕事していく、人対人の仕事をするんやったらもう絶対いるスキルじゃないですか。自分の体を使って、顔を使ってこう表現していくっていうのね、そういう経験ってなかなかね、ダンスだけじゃ身につかない、できないと思うんですよね。またミュージカルとかそういうのもやっぱ表現力つくと思うけども、やっぱりそのダンス以外の部分でもいろんなシーンでこう派生していけるスキルが、やっぱこのテーマパークのお仕事だと思うので、本当にセアネーマテーマパークダンサーおすすめします。ミニはね経験してるんで、もう本当に楽しかった。私が出たい、セアネーマね、アニメとかゲームとか大好きなので、なんかすごいさ、今さ、いろんなアニメとかゲームとえらいコラボするでしょ、ユニバーサルスタジオが。私もセーラームーンも好きだし、コナン君も好きだし、子供がルパン好きだったんでルパンの時も行ったしとかさ、何より私ワンピースがとっても大好きなんですけれども、ワンピースショーもね、この夏ギアフィフス、ニカさん出るでしょ、ニカルフィが。ずっともう10年以上やってるあれ、ほんと小学生の時は大ファンなので、ユニバーでもうワンピースのショーなんて出れたらもう話もんですよね。サンジさんじゃないですけど、もうさ、本当にすぐ倒されるやつでいいから、ほんまに出たい夏のそのワンピースショーの時期だけでもやらせてくれませんかね、ほんとぜひぜひやりたいんですけれどもね。東京でもなんかワンピースのお仕事あったらぜひ出たいんですけれどもね、ほんまに好きなんですよ。だから今年のね1月から、パートも始めた言いましたけども、そのパート先もさ、今トレーニングジムのねトレーナーしてるんですけど、そことギリギリまでもう一個悩んでたパート先があって、そこがブギアラストアだったワンピースのねグッズが売ってるショップで働こうか、トレーニングジムのトレーナーなのかめっちゃ悩んでそこで悩むなっていうねそうそうそう、でもね、もうそれぐらい好きなんです、ワンピース。もし何かがあってまた大阪に戻ることになったら、ユニバ受けたいなとか思いますけど実際に今年ユニバーサルスタジオジャパンを受ける方ね、ぜひ頑張ってください。この動画見て、あ、
ユニバーサルスタジオジャパンってのダンサーってあんまり考えたことなかったけど、どんなんなんかなってちょっと興味を持ってくれたら、ぜひね、内容の方をしっかり公式ホームページの方で見ていただいて、気になったらぜひ、トライしてみてほしいなと思います。本当におすすめのダンスのお仕事でございますので、ぜひ挑戦する方は頑張ってください。それでは本当に挑戦する方すべて応援しておりますので、ダンサーさん大好きですので応援しております。では動画以上となります。最後までご覧いただきありがとうございました。セラリーでした。